EC サイトのこれからっていうところで言うと、なんかイートインができないから、それに代わって代替品として、EC サイトっていう形の流れになっていってたと思うんですけど、すごく大切なのが、これから、じゃあその、例えばベースとか、ストア .jp を皆さん使ってますけど、今、ゴールデンウィークを明けて、売り上げ下がってきてるっていう話も聞くんですね。うん。で、なぜなら、自粛解除も流れとしてあったり、イートインが、再開したっていうこともあり、あとは、やっぱり、本気でその、EC サイトをやっていこうって思ってる人と、もしくは、今までも、そもそも EC サイトを力入れてた人と、その、付け焼き場でというか、やらなきゃいけないから、その EC サイトをやったっていう人で、なんかその、差が出てくるというか、これでやめちゃう人も出てくんじゃないかなと思ってるんですよ、正直。結局まあその時だけの売り上げっていう形でいいならそれもいいんですけど、なんか僕としてはなんか EC サイトが一つのそのなんかこう売り上げを作るというかお客様に喜んでもらう形のなんかその新しい形として根付いていくんじゃないかなと思っていて、でそれはなんでかっていうと結局イートインだとお店に来ていただかないといけないっていう部分があるんですけど、結局その EC サイトのメリットっていうのは、その全国どこにでも送れる、その配達できる、で、家で、自分のタイミングで、作れるっていう形で、で、今やっぱりラーメンの EC で一番人気があるのは、二郎系だと思っていて、やっぱりその、行くハードルっていうのが高いっていうか、例えばその行列が長かったり、じゃあその食べるのもプレッシャーを感じながら、せかされて、食べなきゃいけないとか、特になんか女性とかっていうのは、なんか二郎系の EC を買う傾向にあるみたいで、という意味では、なんかその需要を、その新しく作っていける一つの、そのなんかこう面白い、形になっていくんじゃないかなっていうのは、なんかその可能性も含めて感じるし、なんかそのラーメン、をその売るっていうことを一つとっても、じゃあどういう商品を売っていくのかっていうところで言うと、もちろんその自分のところのブランドメニューっていう話にはなっていくと思うんですけど、そうじゃなくて、じゃあ EC 限定で何か限定商品を作っていくっていう発想もあってもいいかなと、まず思うかなと。いうところですね。で、あとはやっぱりコラボで、やっぱり夢を語れは瞬殺でしたし、チャルメ指定コラボっていう意味合いを込めてチャルメともやりましたし、あと長尾さんのところは、ゴグニボマックスっていう形で、通販でやらない商品をお願いしてやりましたし、これからまた何件か今もう予定があるんですけど、そこやるのっていう、ところをどんどん投入してって、あ、これ僕も買いたいなって思う、商品を、コラボで、ちょっと、提供していこうかなというふうには、思っています。今までやってきたことがやっぱり開花されるのは、やっぱりこのコロナ、アフターコロナ、コロナ後の動き、そして今の動きになってきてて、なんかその一人一人のラーメン店主さんと、僕が作ってきた信頼関係のもと、コラボの、提供ができてるので、それ良かったなというか、ただただ、お付き合いしてきたんじゃなくて、なんかその困った時とか、こういう時だからこそ協力して、盛り上げていこうっていう形で、賛同してもらって、コラボができてるので、非常に良かったなというふうには思ってますね。やっぱり、その、どんずらというか、どんぶりをしっかりと整えて、それも含めて、楽しんで美味しく食べるっていうのは、なんか非常に大事なことかなというふうに、そもそも思ってましたし、なんか意外とどんぶり買えないと思うんですよね。その一般の消費者の人。それも自分が好きなお店のどんぶり。今でも売ってるお店ね、例えばアフリさんとか、品そば屋さんがこれから始めるとか、動きとしてはありますけど、その丼が瞬く間に売れたことも含めて、で次自分とこも子供いますけど、子供がね大きい丼だと食べにくいと。じゃあその小さい丼で子供がまず食べれる。じゃあそれがつけ麺用のつけだれ用で使える。でチャーシュー丼で使える。で昨日僕は大学院も入れてね写真撮ってみましたけど、いちごとかフルーツ入れたりしてもいいし、なんかああいうサイズのお皿って意外と使い勝手がいいので、需要があるんじゃないかなというところで、自分も楽しんで作ってるのも含めて行きましたし、で今後はレンゲハッシュももう今上がってきてて、あとお盆も上がってきてて、で次はシューマイとチャーハンに使える六角皿ですかね、八角皿かな、っていうのも今製造してるので、いろんなお皿で食卓を彩ってもらって、まあオープン当初から、もっと言うと一風堂の時から有田焼っていうのを師匠が使ってて、自分もそれに共感して、創業時も作って、自分でやってきましたけど、それを今ねご自宅で一般の家庭でお客様に楽しんでいただけるっていうところで、もっともっとそのこう枠を広げてというか、今度じゃあ何が欲しいかなっていうところがまた頭の中で考えてって、いろんなものを作っていきたいなというふうには思っています。おかげさまで40件オーバーしたぐらい注文いただきまして、正直もう20件30件ぐらいあればいいかなと思ったんですけど、40件超えたんで、まあ一時募集はこれで一旦ストップして、で今毎月どんなものを全国のどの生産者さんをどの月にこう組み込んでやっていこうかなと。で当初はラーメンの月と生産物の月みたいな感じでこう交互に行こうと思ったんですけど、ラーメンも12ヶ月分作って、限定とかブランド含めて、で生産物もいろんなものを組み合わせて出していったら面白いかなと思って、はい、毎月いろんなラーメンといろんな生産物が届くようなパッケージングでやっていこうかなと正直今思ってますね。そうですね、だから生産者さんも特に畜産というかお肉の関係、鶏とか牛がすごく余っちゃってるっていうような話も聞きますので、そういう生産者さんの応援ももちろんですし、やっぱり全国のまだまだそのつながってない生産者さんも無限にありますけど、いろんな形で発掘していこうかなというふうに思ってますし、あとはですねこれまだオフレコの部分もあるんですけど、ある会社さんと組んで買うことでそんなんですかね、こう災害支援ができるみたいな、そういう企画も実はですねEC サイトで今組み込もうというふうに考えてますので、だからその常設品、コラボ、カトラリー、そして、定期便で、次は災害支援のポイントがたまるような、商品みたいな形の構想があるので、それを来月ぐらいなスタートでもう結構3月ぐらいから仕込んでたんですけど、実はもうすでに。それを推し進めるのが6月っていうところでまた発表できればいいなというふうに思ってます。そうですね、だからそのなんか売り上げがどうだ、その指数がどうだじゃなくて、なんかその意味合いがたくさんそこに付加されて、その EC サイトがあることで価値が生まれれば素晴らしいですよね。じゃあその僕のところより売れるお店のその EC サイトはもう山ほどあると思うんですけど、宮崎のとこのその空の色の EC は取り組みがユニークだよねって、さすが空の色面白いことやるねってね、この前ツイッターにもねサブスクとして定期便が毎月その売り上げが見えるから賢いねなんて言って、ちょっとね嫌味も含むかなと思いつつも、でも僕褒められてるなと思って、もちろんそういう側面で売り上げももちろん確保したいっていうのももちろんありますけど、でもその定期便やってるね、ラーメン屋の EC が今ない中で、うちが先駆けでやっぱやったっていうことが意味があるし、それがその僕らのその先駆けでやったっていうことでの満足じゃなくて、それが実際お客様の手元に届いた時に、リアルな反応として、それ申し込んでよかったっていう形になることが一番なので、で、それも全国の方に、全国の生産者さんの、生産物が届くっていうところに、大きな意味、価値があるかなというふうに思っています。そうなんですよね。だから、じゃあその、お家で食べれる二郎系のラーメンは、その違う価値があるじゃないですか、送料以外の。じゃあお家でゆっくり食べれたり、並ばなくていいとかっていうことも含めて、自分の美味しい作り方で作れるっていうことも含めて、例えばありますし、その、送料が高いっていう、その、単純なその高い安いでの、ものじゃないと思うんですよね。じゃあ電車賃往復600円片道だったら1200円かかるじゃないですか。じゃあその分払ってると思えば、全然高くないし、でもそれ以外のプラスアルファが、そこには あるというふうに思ってるので、単純な、価格、単純な送料っていうところじゃない価値を、逆に言うと僕たち、その、販売者は、提供し続けないと、もうこれだったらイートインした方がいいよねっていう話で、みんなイートインの方向に流れていくと思うので、そういう、単純な高い安いじゃないものを、これからも提案し続けるということは大事かなというふうには思いますね。はい。ありがとうございます。